顎の下をうーんとと見せたりとかねあとみんなやってる映えの定番はこう首をこう伸ばしてみたりとかすることによって見え方が変わってその結果インスタ映えとなるの。いいちょっとの差なの。わかったよしじゃあ次ね。